おはようございます。今日なんですけれども、鉄のカイナを使っていこうかなと思います。この構築は先日の UIC の方でウフェ選手が使ってトップ8に入った構築となっております。特筆すべき点としてはエリカの正体が入っているという点ですね。相手がボタンやフトゥなどで負け筋を消してきた時にエリカの正体でバトル場に出して鉄のカイナで攻撃していくこともできると。さらには超エネルギーまで入っていて、鉄の頭 EX がツインショーテルを打つことができるので、カビコンなどのストールデッキにも抗えるというふうな構築ですね。というわけで対戦の方に行ってみましょう。いや、あとなんだろうな、ホロライブのさ、カードゲームが出たんか、あと9月ぐらいに出るんか、そんぐらいかな、今日のトピックスは。そう、敵だと思ってたやつが自分の推しだったってところ、あれマジで好きだな、本当に。そう、ここ1年間争ってたやつが10年間の推しだったっていう、あれなんだよ、あれドラマか。まあまあ、ほんま本人で確定したわけじゃないけど、まあ、確定してるような感じはするもんね、正直ね。おもろいね。糸込みゆかは好感度下がった。売れたら誰だって挨拶しなくなると思うわ。俺はまだ挨拶。挨拶でも、挨拶したことないな。ここ数年。誰と挨拶すんねん。コンビニの店員とスーパーの店員ぐらいだな。うっすっつって。あとはタクシーの運転手ぐらい。フォロー単体の層。ホロライブって風呂入らないやついるらしいし、カードゲーマー受けいいかもな。実際ね、女子って風呂入るのめんどくさいらしいよ。髪の毛がさ、乾かすのめんどくさいらしいから。って聞いた。めんどくさいらしい、風呂入んの。まあ、俺は風呂入んのめっちゃ好きだけど、髪、まあ、そんな長くねえから。弱い。これ前殴れても、勝ってないんで、エネ張っても。まあ、ミライドンが殴れるようにした方がいいか、一応。でもね、要求高すぎるんだよね、これ。要求がさ、ミライドンエネルギーフューチャーブースターなんだけど、いや、でも手張り手張りしても絶対勝てないから、これ。間に合うわけないから、いいか、やるか。いやー、惜しくはない。全然惜しくない。惜しくねー。待ちかな。待ちかね、タウンホイザー。相手4ドロー。いや、まあ大体サポあるだろうしな。なんじゃも切ってる時点で。フラダリラボと正しいさんによって敵とちょっと違うけど、なんか最低変わったりする。だから、新しい方が逆か？そのポケモンについている道具とポケモンの道具だったから、ポケモンになるポケモンの道具が出たら、なんかピピ人形の道具版が出たら、ワンチャンさ、関係あるかもね。確か。ポケモンについている道具とポケモンの道具っていう、確か書き方だったから。クラスの一番可愛い子が友達に風呂入ってないって言ってたの聞いて興奮した。キモすぎる、お前。ガチでキモすぎる。それで彼氏いることに似合わせてな。あー、まあいいんじゃないですか。てか彼氏いることに似合わせたって、もうその当時から女であること隠してなかったんだな。ドヤコンが。あれね、ドヤコンがかっこ CV 皆さんよりね。ドヤコンが本人じゃなくて。耐えてはいるけど。クレフィーとかだと、いや、あれってでも道具になってないと思うからどうなんだろう。わかんねえや。これはいらないカード切るか。博士とか捕まないもん、いい。あくまでもミライドンとエネルギーを引かないとゲームに始まらんのや。引かないんかい。せめて殴りたい。2枚ついてくんね。おー、危ねえ危ねえ、ワンチャンある、ワンチャンある。ワンチャンあるよ、これ。ワンチャンあるか、本当に。本当にワンチャンあると思ってる？ちなみに思ってないんだけど。まあまあ。全然思ってない。ドキシ。あ、おい、そこかい。そこかいな。ミライドンなんだけど、別のカイナじゃないんだけど。トゥ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 。なんか引こうぜ。なんか引こう。やーん。それは何？何をして生きていけばいいんだ？ミウか。ミウですね。はい。気づきました。この世の真理に。まあ、新しいカイナがないから、適当にこれ貼って、ハリデだけ貼って考えよう。なんかお盤面おもろいな。クソおもろい盤面。スイ。あー、まあ、ミュウにつけて、メタルブラス、スタークロノス撃てる、これもしかして。もしかしてスタークロ撃てる？マジ？本当に言ってる？おもろ。相手殴ってきたら勝ったんじゃね？これで気持ちいい。気持ちいいかな？現状かなり気持ち悪いけど、かなりモヤットボール投げつけてる今。全力で。全力モヤットボール投げつけ選手権始まってるけど。これ殴ってこないっしょ、ワンちゃん。相手。やっぱ、南城をぶっ刺さったな。ドロソ消えたね。明らかに博士か南城がハンドにあったから、それを消した。消し飛ばした南城で。南城強え。手裏剣もパクれる。おっとは？これは？これ始まったな、これ。始まってる、始まってる。おい、マジかよ！そっちかい！いやー、打ちたかったなー。スタクロ打ちたかったなー。残念。メダング型が強いとは思わない。でも他の方なくない？ロストってこと？まあ、新しい顔出すか。アンパンマンの。こっちじゃないか、こっちか。まあ、一応ミュウ手張りしといて。サイラ222でいいから。あ、違うわ。これ、こっちやな。さすがに。さすがにこっちやな。1枚で OK。まあ、次殴るんやろ。あと、まあ、多分バキュームはそもそもねえから。バキュームなんてねえから。つける場所な。お前につけるか。ごっつぁん、ごっつぁん、ごっつぁんプリファイ。あと2で終わりなんだけど。やる姿はね、雪道なくなったからちょっとかなって思っちゃうな、正直。まあ、そもそもこれ、待ってごめん、そもそも前し、どうせ死なないだろうから、どっか勝って終わりか。あ、終わりだな。よいしょー。何持ってきたか見てない。はいはいはい。いや、これ前倒してきたら勝ちでしょ。裏倒してきてもボスあるから。いや、これ勝ってる勝ってる。引けます。全部引きます。気合で。ケツに力込めます。いや、これで、おい、待ってくれ！こっから負けるのはシャバいって。いや、これエネルギーで、いや、5枚見えてるよ。おっきょ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 。
それでいい。それでいいんです。あれ弱いね。80ダメージ倒せないね。倒せてるね。全然倒せてたわ。すいません。嘘つきました。これ、スタクロ打って、なんかで勝ちか。本当に打てる ?choose eye of your opponent's active Pokemon attacks and use it as this attack. 多分いける。ノンアーダコーダっていう表記がない。足し算できないね。一切できない。危ない。手張りして、ゲノムハックから、クロノスタートはお前があるから大丈夫よ。もちろん。もちろん大丈夫。OK。気持ちいい、この勝ち方。超気持ちいい。あそこからいけるんだな。いいデッキだね。この前だって2位がアルールセロコンでしょ。メタデッキが入賞したんだよ。いや、やっぱ環境初期だからこそだよな、あれが勝つのはな。めっちゃわかるわ。で、優勝はルギア。いや、ルギアがね、いや、BO1 だからなんかな、逆に。BO3。BO3 の方が事故るんかな、ルギアって。結局さ、ルギア全く上がってこんかったやん、この前の UIC は。一番上のルギアが、ガチでルギアいない。やばい。え、ルギアどこ?いたわ。ルギアアーケオス。一番上のルギア38位だよ。やばくない?全然いないんだよね。いや、マジな話、サーライトなんじゃないかな。サーライトかなり立ち位置良さそうに見えるけど。やばいよね、ルギア本当上がってこない。で、エクストラはね、いや、ストールかな。ストールが勝つと思うな。ドラゴとルギアとリザードンに勝てるストールが。イバルナンス的なやつが勝つと思う。ストールって言わんのかな、あれ。なんなら違うかも。いや、まあ、ストールみたいなもんか。エネルギー引きすぎんごねえではあるけど。ペッパー、フューチャーブースター、あれあれ。いや、フューチャーブースター貼らんといかんの、ちょっと弱いんだけどね。仕方ないか。ドラゴとルギアとリザに勝てるデッキなんてないぞ。いや、まあ多分ね、いや、リザがね、多分重い。ルギアとドラゴには勝てるんだけど、リザがね、多分ストールじゃ勝てないと思うんだよな。いや、わかんない。俺は勝てると思ってんだけど、確かに勝てない気もしてきた。これで、どうしよう。ミュー出しとくか。超エネ殴るんこれ、本当に。まあ一応、あれか。ミライドに超エネも貼っといていいか。カイナ、カイナでもいいけど。めうして、こんなもんかな。ミラー意識して岩男入れるのある。岩、あ、鉄の岩ね。うん、鉄の岩男か、それこそさっきみたいな、なんだっけ、あの、トータイプになる鉄のドンファンありだよ、全然。ありだと思う。ちょっと強かった、さっき。でもこれな、ここに貼らんといかんのかなり弱いんだよな。そう、ここに貼らんといかんのクソ弱くて、一旦耐えてくんねえかな。ストールは黒馬以外勝てる。いや、ストールは多分勝てるよ。今、アイアン、だからその、なんだっけ、鉄のイバラがあれば、多分黒馬にも勝てるんだよ。わからんけど。勝てそうじゃない?いくらなんでも。だって信用信念でしょ?大体。勝てると思うんだけど、わからんっすね。これ違うな。これ違うね。あの、新しいアイアンクラウンにエネルギー張りたいから。いや、でもね、これ、アイアンクラウン出さんとポッポ倒せなかったんだよな。いや、ポッポ倒さなくてよかった説あるな、これ。全然あるな。いざってラストされて、実装層に出されたら終わりじゃない?普通にジメレオンからポケモンレンジャー打ってなんとかなるから、ポケモンレンジャーブロワーとか。全然ワンチャンあると思うけど。ハチシールがエクスタでよかった。別にいいんじゃないの?気にすんな。お前かよか気にすんな。つえ、待って、つえ。ギフトはありだけど、まあ、あんま強くないと。前だけど、前だが、しかし、ピジョットが重いなぁ。いや、裏殴りたいけど、裏殴ったら負けてんだよね、これ。いや、テクノレーダー偉いぞ、普通に偉いぞ。でもお前が思ってるストロと俺が作ってるストロ違うからさ、アストラルビット、エンダじゃ負けないなぁ。多分負けないと思うけど。このペーパー何持ってくんだ?これプライムでいいか、ワンチャン。ワンチャンプライムで裏買って、次、あー、プライム。いや、ヘビーバトンは確定なんだよ。ヘビーバトン貼って、では確定なんだけど、でここ買っても次勝ってないもんね。未来のが殴るしかないんだけど、あ、まあジェネレーターとか打っとくだけはちょっとだけあるか。次どうせなんじゃもだしね。こっちはどうせなんじゃもだから、うん、ありか。こうだな。で、新しい顔につけたい。いやー、十分十分。1枚でいい。マジで1枚でいい。完璧すぎる。これでいいっすよ。完璧かこれ。そんな完璧でもないか。そう、イバラナンスとかさ、あの、クレフィナンス系のデッキを何と呼ぶかなんだけど、俺はストールって呼んでんだけど、違うあれ。でもさ、コントロールでもなければさ、ミルでもねえじゃん。ストールって呼ぶしかないと思うんだよな、あのデッキ。いや、ボスかな、ボスプラ、あの、あれがあるから、マキシマムがあるから、マキシマムが。いや、ヘビーバトンさえ割られなかったらいいんだけど、ヘビーバトン割られたら結構キモい。ガチでキモい。こっちだよね。で、ピジョット買って、ピジョット借りたいけどさ、これプライムかなんかないと借れないんか。言われてみれば。いや、でもヘビーバトンさえ割られんかったら勝ってるんだけど。いやー、ダメか。そのプライム引いた場合は、ゴッツァン打つにはアイアンクラウンもう一匹要求ではないよね。大丈夫だよね。プライム引くとして。いやー、これワンドローか。一旦ワンドロー入るべきか。ジェネレーターあって。ボスだったらボスでいいもんね。多分バキュームないと思うから。バキュームなければ最後リザで勝ちだし。いや、こうするしかないか。ボスでもいい。ペパーでもいい。ペパーでいいわ。
いや、偉い。偉い。オッケー。これは多分言ってると思うけどな。言っててほしい。てか言ってろ。バカ野郎。いや、ペパーでちょっと挟んだけど、確かにペパーで挟んする。でも次のターン勝てなくないよな、ジェネレーター派から入って。一応。裏殴ってきてもごっつんでいいから。まあ、その場合はペパーまた必要なんだけど。シールネクストだって仮にツバメ上がるなら8000して7勝なんじゃない多分。8000なんだ、まず。ネオランとか。お、耐えてるよ。耐えてるよ、それは。全然いい。ミユー330出るんで、耐えてます。ミユーか。いやー、プライムでいいんでしょ。あんまは人のこと舐めんじゃねえぞ、お前。おい。プライムでいいんだろ。プライムしかないから、何前出しでもええか。変わらんな。ボスでも手張りで逃げれる。いけます。ペパーでいいっす。一旦。すっ、オッケー。神デッキ。神デッキです、このデッキは。ふぅ。やっぱこれっすよねー。実際受け結構広かったから、なんなら、相手、ポケモンあった可能性あるから、その場合エリカはでも打たないか。打たないわ。さすがに博士プライム目指しに行くわ。リーグ本部までケアするんだった。いや、覚えてね、バキュームがあったかもしんねえからよくわかんない。すげえ泣いて2400。ここもらっちゃっていいっすか。意外とね、事故るってのはわかった。そう。思ったより事故るよね、このデッキね。なんか、序盤に安定感寄せることもできるっちゃできるけど、まあ、それはそれでなんか弱くなっちゃうから、中盤以降が。どこまで1ターン目の安定感を上げるかっていうのが、またおめえか。これはどうしようかな。フューチャーブースターでエリカ切って、全部のハンド切って3枚取ろうかな。で、エネルギー1枚引いて殴る的な。どう？このゲームってどれぐらい遅れます？現実のカード環境に。1個か2個。1パックか2パック。たまーに同じになる時もある。ごく稀に。偉すぎー。だとしたらよ、これは。ポケギアも、いや、でもミライド持ってこれんからダメか。フューチャーブースターでいいのか？これアイアンクラウン育成する？悩むなー。これまた悩むなー。いや、アイアンクラウン育成なのかな？ネイティも倒せるしな。じゃあ、こうなんだけど。やってみるか。次、ミライドン。手張りもう1枚と進化されたら120出るから倒されて。いや、でも、一回海外につけときたいんだよな。出すんだったら。ヘビーバトンがもうあるし。まあ、ここまで確定で。いや、ミュードローしていいから出したいんだよな、これ。いや、あめ。入れ替えカード使わなくていいか。ワンドローするか。こうかな、2ドローするか、こうかな。これだったら最悪これ落ちたっても問題ないから、うん、これだったらまあカイナでじゃなくて頭でいいか。夏止めればいい。止めますか。そもそも博士も 何もかもあったわ。いや、相手出してこない可能性あるけどな。十分あり得る。3枚貼ったらいくら。これ微妙に偉い。これはどういう順番だ。エネルギー何枚戻った今。エネルギーが1枚戻った。もうエネルギー戻ってないんか。ってことはジェネレーターからかな。ジェネレーターから入って考える。考えたい。考えさせてくれ。エネプラス1やん。てか、そうや、エネプラス1やん。めんどくさー。そう、めんどくせえ。ボスでもいいんか。倒せないね、確定で。てか殴れないが正確か。殴れないから、あ、ごめん、ミユのドローしたいか。カイナ出しすぎると縛られちゃうけど、こんなんでいいかな。ボスかペパープライムでどっか呼び出しながらあーだこうだって感じが理想なのかな。あ、ごめん、これ逆か。逆かもしんねえ。エネルギーない可能性ないか。あるか、だいたい。いや、ほんとは一応逃げらんねえ可能性あるから、夏前でヒラヒナとここに乗せたいんだけど、クエストパドルにエネルギー1枚貼られちゃうといくら。切られても一応耐えてんのか。いや、進化される方が厄介か。さすがに耐えてるならええわ。こっからがちょっと重いか。こっからやな、マジで。お前が殴るのがマジできつくて、お前が殴れる頃にはワンパンされちゃうのよ、大体。マジで問題すぎる、これ。問題児すぎる。これ耐えてるもんね。7321だから、ここ。まあ別にあるからいいけど。いや、理想はプライムひらひな前二面処理か。理想は。ハードルは高いな。でもカイナ倒したら、これバキューム1でしょ。カイナ倒されたら一応ミュウが殴れるんだよ、ゲノムハックで。ゲノムハックでワンパンできるダメージまで上がってる可能性もあるけど、みたいな話。ここはペパープライムが理想。まあ、プライムでいい、プライムで。は？あ、お前いいカード入ってんな。クソ、いいカード入ってるわ。これは、こうやって。カイナじゃなくていいかも、これ。こっちでいいか。160の。倒されて、220。倒せないね。じゃあ、こっちに張り替えるタクも取っておきたいから、こうやって。
ワンドロでプライム引く可能性もあるから、こうやってこうかな。いやーでもこれプライム打ったらな、残りが結構キモいんだよね。そう、あと1枚取るのが相当重くて、これってダメージ食らわないんだっけ、パニックマスクって。プリベントオールダメージ、そうだよね。取るか本当に。いや相手も面を出せなくできるから取った方がいいか。いやー強えんだけど、アット1がマジで遠いな。ショーテルって効果無視マジ。え、じゃあここじゃね、待って、じゃあここじゃん。おい待ってくれ、マジかよ。ショーテルクソ強えじゃんお前。マザイむちゃくちゃ強くて笑った。ほんまかいな。いやマジか、受けるんだけど。そっか、貫通すんのか。いや貫通するんだったらここやな、じゃない。ランジャオのバリュー上がるし、あとカウキャこっち打てるしね。サイドの子を2にしとけば。あ、そうなんだ。いや210にできなかったら意味なかったと思うんだけど。なんで出してきた。ボスで勝ち。ボス1枚あります。さすがに引きます。これはなかったら、あれだね、ジェネレーターからエネルギー張って殴って多分勝ちのはず。いいんすか、引いちゃってダメか。たくさん張れてこれ。まあ十分でしょう。バキュームなかったら勝ってると思うんだけどな。勝ってないんかな。あれ、これ倒すしかないもんな多分な。うわ今のはちょっとおもろいな。いやこれまあでも勝ってないか、勝ってはなかったか。一応アイアンクラウン引いてると勝ってたけど。ああなるほど、か効果貫通。そっか、これ何でも貫通するんか、すげえな。これもさ、あえてジラーチをマラフィーも効かないようなテキストになってるもんね、ちゃんと。すげえわ。なんかあんのか、かテラスタルも貫通すんのか、すげえな。何でもありじゃん。ジュペッタ、あージュペッタあるかこれ。一応広間なんだけど、怖っ。わーお、そっちか。しかも何な、なんじゃも？ボス？ボスじゃ勝ってないもんな。なんじゃもだよな。いや、いいカード入ってんね。メテロも入ってるわ。カビゴンってそれ勝てないっけ？そうだっけ？大丈夫、ミューは貫通します。博士かい。何があるんだ、相手。ゲームもしかして、バキもあんの？危ねえ。耐えました。これは？ペーパー引かんとダメ？技が使えないね、どこも。リーグ本部強えな。あ、ジェネレーター引く可能性があるか。あ、じゃあこっちやな。ミューでコピー結局ごえね要求だから、ジェネレーターの可能性があるこっちの方がいいっしょ。さすペーパーでいいんだけど、ダメか。あぶねえ。まずこっちから見てやろうかな。あ、なかったなと見せかけといてのバキュームね。危ない危ない。